株式会社天牛堺書店とは、かつて、大阪府堺市南区に本社を置いていた、書籍販売会社である。1907年創業の天牛書店とは異なる。大阪市の老舗古書店、天牛書店に勤めていた、藤吉忍が、のれんわけで独立し、1963年12月1日に、大阪府堺市の国鉄半和線付くの駅前に、 開店した書店を発祥とする。1968年7月16日、株式会社天牛堺書店の称号で法人化し、大阪府内に店舗を展開した。幅広い書籍や雑誌の品揃えに力を入れるとともに、天牛書店時代の経験を活かして、古書販売も手掛けていたのが特徴で、すでに絶版になった、出版物を求める客からの需要にも応えられるよう、 勤め、大手との差別化を図った。堺市、大阪市、高石市のほか、泉市、泉佐野市、河内長野市にも出店し、ピーク時には25店舗を数えた。このほか学習塾に教室を運営、全国書店ネットワーク、い、e、い本にも加盟していた。また、2018年に放送された TV アニメ、だがしかしには、当書店が、モデルになった書店が登場している。 2000年代以降、インターネットの普及や活字離れ、出版不況の影響で業績が落ち込み、CD、DVD、文具などの取り扱いも開始するなどして、打開を図ったが、1998年に、堺市南区に転身築した本社不動産への投資が経営の重荷となっていた。2016年には、最大の書籍仕入れ先であった当藩への支払いに、 支障をきたすようになった。末期の黒字店舗は、天下茶屋店及び小浜店の2店だけとなっており、不採算店を次々と閉鎖した。二代目社長の藤吉信彦は2018年5月、当藩から役員を受け入れ、同年9月から、元金返済を停止して、関係金融機関と指摘整理による自主再建に向けた交渉を行ったが、 2012年から2017年にかけて経営陣が行っていた複数の不明瞭な決算処理に対して金融機関側が強い不信感を示し合意に至らなかった。2019年1月17日一部の金融機関が預金を差し押さえたことから事業継続が困難となり同年1月28日大阪地方裁判所境支部へ自己破産を申請し 経営破綻した。各店舗の営業は破綻前日の1月27日まで通常通り行われていた。天下茶屋店では経営破綻直後、店舗シャッターに常連客などが様々な思いを込めたメッセージや店への感謝を綴った紙を次々に貼り、話題となった。同様のメッセージを貼る客の動きは他店舗でも見られた。 天牛堺書店は2020年12月25日に法人格が消滅した。泉中央店光明池店2011年閉店2013年、閉店2014年閉店2015年閉店2016年、閉店2018年閉店。ありがとうございます。